作州上東屋敷とは、岡山県津山市上東地区に整備された、江戸時代の町屋を再現した建物である。1993年に津山市が観光客の休憩所や町並み保存運動の研修などに活用する目的で建設した。施設内には、木造2階建ての町屋と断じり展示館、消防機庫などがある。旧出雲街道に沿った上等町並み保存地区では、 江戸時代の町屋が多く残っているが、観光客誘致や町並み保存を目的として、1993年に江戸時代の昭屋の建物を新築して、作州上東屋敷をオープンした。町屋建築の域を凝らした建物となっており、威風堂々とした大屋根、生戸壁、出格小窓、焼き杉ぎで外観が構成されている。内観は栗の柱に天井の針は松。 漆喰の白い壁と黒い木材のコントラストで、江戸時代の雰囲気を味わえる。また、箱階段や十条の屋敷と六十条の大広間がある。1993年4月に津山市が整備。木造一部二階建て漆喰生戸壁、出荷小窓、焼きすぎ板の外観。高くそびえ立つ日の宮蔵がある。入り口は、引き上げ戸叩きの戸間といたの間、ま。 箱階段があり、江戸時代の町屋の風情が再現されている。生子壁、出格小窓、土2階と呼ばれる屋根裏部屋、整理箱と階段を兼ねた箱階段がある。大広間には、地元津山市勝又町生まれの画家、河野岩尾が描いた襖前がある。岡山県指定有形民族文化財になっている、段尻は28台で、地元町内会の段尻4台が、 常設展示されている。ありがとうございます。